ボクシング、村ち翼タイトル前哨戦圧勝。次の挑戦者は僕やと思っている。プロボクシング前 WBO アジアパシフィックスーパーフライ級王者で、日本同級3位の村ち翼26、駿河ンジが9日、フェニックスバトル100のメイン、53キロ契約8回戦で、近藤冬誠26、カニエに8回3-0判定勝ち。 日本タイトル前哨戦と位置づけていた試合を大差の判定で勝利した。負けたら引退覚悟で臨んだノンタイトル戦だった。序盤は左ジャブで相手を翻弄。翻弄しながら想定外だったという相手のプレッシャーに苦しんだ。6回には右の打ち下ろしや左フックを被弾しながら、以降はリングを広く使って相手をかわした。 近藤選手、ほんまに強かったと、村地は汗を拭いながら、内容は0点でしたが、勝ったのでオールオッケーですと豪快に笑った。昨年10月に獲得した WBO アジアパシフィック王座を同12月に返上。国内での世界挑戦を見据え、日本同級王座獲得に狙いを定めた。 現在、日本ランク同級3位の村地は、6月に行われる、日本同級王座決定戦で、同級1位の川浦達夫、29、三里と、同級2位、高山良心、26、渡辺の勝者と戦うことが濃厚だ。村地は、次の挑戦者は、僕やと思っている。日本チャンピオンになる素質を自分は持っていると思っているので。 次戦の村地翼に期待しておいてくださいと自信満々に話した。村地翼、日本王者挑戦前勝戦勝利、次の挑戦者は僕、王者の資質あると思っているので期待して。プロボクシング、フェニックスバトル100大会富士の国プロフェッショナルボクシング3大会9日、東京高楽園ホール日刊スポーツ新聞社公演。 前 WBO アジアパシフィックスーパーフライ級王者の村地翼26駿河男児が同王座返上後初試合を飾った近藤冬誠26カニエとの53.0キロ契約体重8回戦に臨み 307775×27874 の判定勝利村地は周りから隠した相手だから余裕だろと言われたが 近藤選手はめちゃくちゃ強いです。負けたら引退のつもりだった。今日は勝てたことがすべてとアンド、アンドの表情を浮かべた。昨年10月、ウィルバルト・ベロンド、フィリピンとの同級王座決定戦を制して新王者となったが、同12月に王座を返上。国内での世界挑戦の可能性を広げるために、日本同級王座獲得を狙いに定めた。 現在、日本同級3位にランクイン。6月の日本同級王座決定戦となる、同級1位、川浦達夫29、三子同級2位、高山良心26、渡辺戦の勝者に挑戦する意向だ。日本王座の前哨戦とも言える試合に勝利した村地は、次の挑戦者は僕、日本王者の資質あると思っているので期待して、自分は挑戦する方が向いている。 6月、どちらが勝っても勝ちますと、強気の姿勢を貫いていた。